で、チーム的な、発表しますね。じゃ個人的には今予言をしましたよね。チームいきます。ファイトクラウがプラス412で、トップが8回、4着が1回というね、もうほぼ完璧な内容ですね。で、2位がアベマズプラス59。トップ5回、ラス5回。トップ5回、ラス5回で、プラス59。覚えておいてください。トップとラス同じ数なのにプラス59。これが大事なんです。これが大事なんです。パイレーツ、トップ7回、ラス6回。ね。トップの方が多いのに、うちより下だよ。パイレーツ。ライデン、トップ4回、ラス4回。こちらも、同じなのにマイナス20で、うちと全然違う。これが大事。そして5位、風林火山。トップ5回、ラス8回でマイナス40に抑えてる。これも結構風林火山も、僕の中では実力があると思ってる。風林火山。この、トップ5でラス8なのに40しか負けてない。うん。ってことはトップ6ラス8だらプラスになっちゃう。これ実力です。ある程度どっかで収束するから。トップとラスの回数なんて。で、角川、トップ5回ラス7回でマイナス74。この辺もちょっと厳しい数字になってきてます。ドリブンズなんてトップ5回ラス6回。うちと変わんないですからね。はい。うちと違うけど160も違うからね、うちと。で、セガサミーもトップ3回、ラス4回って、1個しか負け越してないのに、124も負けてる。ビーストもそうだよ。トップ6回、ラス7回。ビーストなんてうちよりトップ取ってるからね。それなのにビリだよ。130負けて。うちと200ぐらい差があるんだよ、ビースト。トップは向こうのが多いんだよ。ラスも変わんないし。これ結構大事なんですよ。負ける時の3着、4着の時の素点も大事だし、無駄に5万点6万点狙ってトップを取りこぼしてんじゃないのっていうの。俺みたいに今日なんか3万2000と3万4000のトップだよ。それで100浮いたんだよ、アベマズ。それができないチームが多いんじゃないのっての。結構あるよ。うん。だからクラピカの言う通りだよ。俺もね、だから言ってんじゃん。俺は今ビーストが面白いって言ってんじゃん。俺のマージャンなんか見たって面白くねえもん。もう大輔が、8000オールっつって。8000オール積もったらトップなんだけど、それで思いっきりまくられて、その後また8000オールっつって、同じハンチャーに8000オールしてトップ取った回数、バカ笑いしたもんね。バーッって。戦国武将で言ったんは、両軍みてえな。ただ、あのチームは、俺、猿川さんは、やるよ。猿川さんは、今年入った新人の中で、俺最初に言ってたけど、俺、猿川さんが一番勝つと思ってる。今年入った7人衆で、猿川が一番勝つと思ってる。猿川さんは、あのね、もっと暴れたい、やんちゃしたいっていうのを抑えられるようになってきてる年で、年齢で。我が出ちゃうとまた微妙だけど、猿川さんが自分より弱いと思ってる人たちを対戦した時に、あ、こいつこうやってチーしときゃこいつ降りるなとか、ここでリーチしときゃこいつ降ろせるなとか、っていう変な戦略簡単に勝とうとしなければ実力で勝てますね。猿川さんは。あれは結構やんちゃしたくなっちゃうから、それが抑えられればあいつ勝ちますね。一番勝ちますあいつ。まあ、そもそも猿が勝たなきゃビーストは終わりですよ。その通りです。はい。猿川さんが勝たなきゃビーストは終わりです。はい。伊達さんが強いのもね、もうね、伊達さんはもうアッカーマン一族だから。じゃあなんでリヴァイが強いんですかってお前聞いてんのに、リヴァイは強えんだよ。もうしょうがねえじゃん。伊達が偉いんだよ、もう。だから、伊達さんを全肯定して、伊達さんがすげえんだから入ってみると、意外といろんなものが見えてくるの。俺は去年から、もう伊達なんて下手くそだろうと思ってたの。で、どうでもいいやと思ってたの。そら、やっぱり勝つから見るじゃん。連盟の試合も見たし。M リーグ以外の試合では結構負けてるの見たし、M リーグ見て、で、伊達を一回全肯定しようと。伊達が俺ぐらい強いと思って見ようと。去年の半ばぐらいから、伊達が俺と同じジャン力を持ってる、総合力を持ってるという視点で見たの。だってもう、総合成績で追いつかれそうだから。そこで見たら、やっぱり、その目で見ると、伊達さんの一打一打って、意外と繊細なの。あのね、くだらない先制リーチを取らないように、いい時の黒沢っぽく、序盤6巡目までの構え結構いいの。リーチのみは失っちゃう。リーチドライチのペンチャン失っちゃうけど、イーソーリャンズを切ってって、受け駒多くして押し返せるようにしとく。まあ、実際ドラとか来るのは運なんだけど、
運が良かった時にちゃんと押し返せるようにしてんの。バカみてえにブクブクにしてるやつってその後のツモがドラドラってきてもリャンマンとかウーソーとかムスジがいっぱいあって押せなくなっちゃって中抜きしちゃうんだけど、伊達さんはそこら辺押し返せる、ツモが効いた時、ドラがいっぱい来た時、急所引いた時に押し返せる手組みにしてんの。これはマジだから。うん、ダイゴさんが真のディエゴとしてハトトリックスを待ってます。あ、ディエゴさんは待ってくださいね。いいですか、予言。あと4試合かかります。すいません、今ディエゴのメモがあるんで、ディエゴさんあと4試合かかります。はい、すいません、もう予言なんで、4試合で自分を取り戻すんで。ディエゴは、ディエゴ6回打ったんですよ。10回でやっと自分を取り戻して、だからここにディエゴが今、俺のパイプ検討をディエゴが乱したらだよね。そっからだよね。別に俺がすごいんじゃないよ。それぐらい周りを研究しだしたら、謙虚になったらだよね。あと4つはもう出るだけ無駄だね。俺が監督ならもう出さない。お前は1ヶ月間正座して、M リーグを正座して全試合見ろお前は、つって。俺が監督なら言うよ。お前の方が上手いと思ってっかもしれねえけど、お前に足りない何かお前よりいいものを見つけて、紙に書けお前は、つって。俺ならやるね。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。